初めの裏のアリシアだ。突然この動画がアップしていて、驚く人もいるかと思いますが、Twitter で見た人もいますが、以前、娘の動画が何者かに無断転載されました。それから娘はその無断転載している野郎にその動画を報告し、無事削除されました。しかし、その無断転載野郎はその後、とんでもない動画を出し上がったのです。これがその問題の動画だ。このタイトルを注目してほしい。一見、カタカナでザヒと打ってそのように見えるが、この無断転載している野郎はおそらくザヒをくっつけて死の言葉を表しているだろう。そしてその死の言葉とその後のネという言葉をくっつければ、もうあとわかるよね。これは明らかに私たちに向けての暴言、侮辱を指しているだろう。これを見た娘は、当然怒っています。もちろん娘はその動画を報告し、さらにツイッターでこの件について拡散しました。やはり他の皆さんも、この件について、無断転載している野郎に対して、大変怒っていたことがわかります。さらに、無断転載野郎はこんな言葉を残している。こいつ、堂々と開き直りやがって、こんなムカつく言葉を載っていました。これはもはや、さすがに後から謝っても許されるわけがない行為です。これだけは言わせてもらいます。無断転載、アンチコネは犯罪です。もう一度言います。無断転載、アンチコネは犯罪です。次郎丸さんのも、3ヶ月ほど前から手強い無断転載野郎が出てきたので、早く消してほしいぐらいだな。無論、私たちへのアンチ、侮辱したこの無断転載野郎も消してほしいな。というわけで、この無断転載野郎の URL と、問題となっている URL を貼っときます。どうか皆さん、今一度、やつを懲らしめるのをご協力の方をよろしくお願いします。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。